理由について萩町教師にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。いやもう気持ちはいかがですか今。いやもう最高ですよ。海外でも G1 取られて、まあ特にコックスプレートなんでね、はい、ちょっと取れるやつじゃないですから、なかなか、ね、本当に夢のようですよ、コックスプレート勝てるっていうことは。いやもう私も動画で拝見してたんですけど、もう皆さんの喜びようと一緒にこうしてました。一緒にありがとうございます。おめでとうございます。切り替えて、はい、ラブゾーンリーグの話なんですが、ホークス無敗で勝ちましたね、うん、まああの勝つだろうと思ってましたけどホッとしました。その時のラブゾーンリーグの状態とかはいかがでしたか。まあ上がってきてる途中っていう感じでね、あの100ではなかったと思いますけれども、うん、少なくともそのあんまり良くない状態で使った和製なぐさ賞からあの上昇カーブは描いてると思っていたんで、はい、そこからの強いあの勝ち方ですが、うん、その後の中間の様子なんかはいかがでしょうか。そうですね、あの中華賞一本でという予定で組んでたんですけども、まあ、ちょっとその前にいくつかトラブル、後ろ足とか爪とかいろいろトラブルが重なったんで、まあ、普通の馬だったらね使ったかもしれないですけど、負けてないっていうのはね結構プレッシャーだよね。そうですね、無敗というタイトルがありますもんね、まあうん、それなんで、まあ、あの万全を期してというか慎重に、考えてここに、一本ということで絞りました。その間のなんかこう春から向けての成長具合なんかはいかがでしょうか。体はすごくなってますよ。お、うん、30キロぐらい増えてます。すごいですね、はい、筋肉でもうムキムキという感じですか。そうですね、だから、まあ、例えばプラス20とかで出てきても、うんあんま心配ないと思います。お、これはパドックでしっかり見た方がいいですね、馬体の方も。いやあのね、成績見ててもこの距離が違えど4連勝っていうのはすごいなって私は思うんですけれども、はいまあ、今回ね 2200m になりますが、また違うんだよね距離が。そうなんです、これまたつきますよねタイトルが、うん、この馬にとってはどこが距離適正になるんですかね。まあ、2000m 以上であることは間違いないですけれども、うん、それが2000なのか2400なのかまだ掴み切れてないというのが現状で、まあ、ただ2200京都の外回りという条件は、ね、合ってると思いますけど。じゃあコース距離は、まあ、別に何も問題ないでしょう、うん、そして今回あの1周前でシュートで追い切られましたけれども、はい、すごい伸びでしたね。すごいですねびっくりしましたね。はい、相手もエントシャイデンって走るオープン馬ですから追いつくのかなって思うぐらいだったんですけども、うん、ちょっと本当に桁が違うような動きで、はい、いいですね。やっぱ思った以上に成長されて、まあ、そうですね、まあ、とにかくちょっと逆に心配ですよね動きすぎてねあのとにかく今思っていることは、うん、とにかくこのまま無事にいけば結果ついてくるというふうに思ってますんで、あの無事にいってほしいですね。まあ、ただ今日が実質的なあのしっかりした追い切りは最後で、来週はもう馬なりでという感じで考えてます。まあ、今回そして小馬との初対戦ともなりますけれども、先生はどういったところにポイントを置かれますか、この馬にとって。いや、そんな相手どうこうって関係ない馬ですから、自分の体調を良くすることだけ、それしか考えてないですね。なんかオーストラリアの時のリスクダッシュと同じような感じ。わあ、これ素晴らしい期待でしかないですね。そうですね、自分で自分にプレッシャーかけてる最後にファンの皆様に向けてもメッセージお願いいたします。そうですね、あのやっぱりホークスからのぶっつけっていうことで心配されている方も多いと思いますけども、まあ、やれることはやってきたんで、無事にレースを迎えられればね、いけばできると思います。応援よろしくお願いいたします。頑張ってください。はい、ありがとうございます